2月22日はにゃんにゃんにゃんの語呂合わせから猫の日でもあります。長崎市の尾曲がり猫神社には今日多くの参拝客が訪れていました。尾曲がり猫神社では全国の保護猫たちのために賽銭の全額寄付と御朱印1枚につきキャットフード1つを寄贈する取り組みを続けています。猫の日の今日は長崎市を訪れ地域猫対策用に22万円と長崎市動物愛護管理センターの保護猫用におやつ222個を寄贈しました。長崎市は飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費を助成する制度などを行っていて、この10年で殺処分は10分の1に減りましたが、昨年度は201件と全国の中核都市の中ではワースト3位となっています。本当にやっぱり悲しいですよね。人間と同じ命であると思うんですよね。長崎市は平和の街であると思いますので、猫ちゃんも含めて平和に暮らせる長崎市になりたいと思います。長崎市は地域猫の取り組みを市民に広く知ってもらうため寄付金を活用したいとしています。